にちは、カニクと吉田あかりです。さあ、今日はですね、私が最近ちょこちょこやっている大人ブラウンメイクをやっていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画、スタートです。ベースメイクはこの前動画で紹介した最近のベースメイクをご覧ください。では早速眉毛からやっていきたいと思います。眉毛はキャンメイクのミックスアイブロウの05番を使用します。まずは中間と薄い色を混ぜて、足りないところを埋めながら平行に描いていきます。で、眉尻だけ一番濃い色を重ねていきます。いや、マジで眉毛って本当にどうやってうまく描けるのか本当に知りたい。なんか5日に1回ぐらい、なんか眉毛の神みたいなのが、なんか現れるんですよ。で、今日めっちゃうまく描けたって日があるんですけど、5日に1回なんでね。まあ大体の日は失敗してるみたいな感じですよ。眉毛が描けたら、ケイトの 3D アイブロウカラーの BR2 番で眉マスカラしていきます。そしたら続いてビューラーですね。資生堂のビューラーを使って、いつも通り根元からしっかり放射線状に上げていきます。アイシャドウはね、最近すごく気に入って使っているいただき物なんですけど、こちら使っていきます。コスメデコルテのアイフロージャム BE387 番使用していきます。こんな感じのね、ピンクブラウン系のカラーです。すごいキラキラして可愛いでしょう。これをアイホール全体に目のカーブに沿って丸くのせていきます。さらに二重幅の目尻の方にだけ色を重ねて結構濃いめにつけていきます。そしたら続いて細い筆にこれを取りまして、下まぶたの際にも塗っていきます。だいたい黒目ぐらいまで塗っていきます。はい、アイシャドウはこんな感じです。そしたらモテライナーのブラウンブラックのカラーを使って、目頭から目尻まで細くまつげとまつげの間を埋めるようにアイラインを引いていきます。で、目尻は自然に5ミリぐらい延長させます。で、黒目の下にもアイラインを薄く引いていきます。これで目の縦幅アップ効果ですね。アイラインはこんな感じです。そしたらクリオのシングルシャドウの G の10番使っていきます。上まぶたの黒目の上と、筆で下まぶたにもサッと入れていきます。マスカラはキャンメイクのフレアリングカールマスカラのボリュームプラス使用していきます。あ、マスカラもアイラインも塗る時のコツはですね、ちょっと怖い顔に見えるんですけど、下に鏡を置いてこう塗るようにすると、失敗しにくいし、綺麗に塗れますね。今日のメイクとはあんま関係ないけど、メイクする時のコツは、大きい全体を見れる大きい鏡とかこう壁に立てかけた鏡と、プラスこう手鏡を持つことによって、メイクする場所によって使い分けるとメイクが上達するかも。このベースメイクとかを手鏡でやると濃くなっちゃったりするけど、アイメイクとかは置きながらやるより、こうやって手鏡でしっかり見てやった方がメイクがねうまくできますね、まあ、私的にだけどね。でも手鏡って結構大事だなって思う。はい、アイメイクこんな感じです。ブラウンのキラキラ。はい、そしてチークはアディクションマザーブラッシュの23番使っていきます。これはねもう筆にとって薄く頬に広げていきます。うん、このくらい。で、リップはこちら。ロレアルパリのシャインオンの917番使っていきます。これね、最近毎日塗ってるくらいお気に入りです。はい、っていうような感じで、私が最近よくやっている大人ブラウンメイクの完成でーす。この時期なのにブラウンメイクって思うかもしれないんですけど、ちょっと明るめのブラウンとかピンクを一緒に使うことによって、まあ、この時期にぴったりな、こう、重たくないブラウンメイクに仕上げてみました。そう、いつもピンク系のメイクとか多い私なんですけど、最近ちょっとこうブラウンとかを使用したり、リップももっと前ならとピンクみたいなの使ってたけど、ちょっとだけ薄めのピンクを使ってみたりと、最近はこんな感じで大人っぽいメイクもよくしています。で、一番お気に入りなのが、コスメデコルテのこのアイシャドウなんですけど、本当に発色がめちゃくちゃいいの
とキラキラ感がすごく可愛いのと、あの肌への密着度がすごく高いのでよれてきにくいので、ね、めちゃくちゃ使いやすいですね。汗とかかいても意外と大丈夫なんですよ。だからこれ結構最近お気に入り。あとアイラインを前までにあんまり目頭から引くんじゃなくて、中間ら辺からインラインでしっかり引いて目尻だけリキッドで描くっていう引き方がこだわりだったんですけど、最近はちょっと雰囲気変えたい時とかはあのリキッド1本で目頭から細く描いて目尻ちょっと延長させるっていう今日みたいなラインの引き方もするようになりました。こうするとねちょっとだけ顔の雰囲気変わるんですよね。っていうような感じで私が最近よくやっている大人っぽいブラウンメイクやってみました。このメイク真似してみようかなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして5月29日から AKB48 世界選抜総選挙の投票が開始されます。毎回ね動画の最後にちょっとうるさいよって思うかもしれないんですけど、本当にね今年は去年よりも高く目標を設定して神7入りっていうのをね目標にしてるので、まあすごい高い壁と思われるかもしれないんですけど、でもやっぱり去年1年16位という順位にすごく支えられ、16位をいただいたからこそ本当にお仕事の幅もすごく広がって夢もたくさん叶ったので、それよりもっと上に行ける神7というね目標を掲げて、総選挙挑みたいと思います。なのでこう48グループとかアイドルとしての私にはそんな詳しくないって方にもぜひ YouTube を見てくださってるね皆さんのような方にも応援していただけたら嬉しいなと思っています。ぜひよかったら応援よろしくお願いします。詳しいことは下の概要欄に貼っておきます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画もお楽しみに。大人ブラウンメイクやってみてね。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。今年新しくまたアプリで投票できるやり方が出たので今日はそちらを紹介していきたいと思います。今回ですねなんと iTunes カードとかあの Google のカードとかでも投票できるやり方が出たので紹介していきたいと思います。まずですね各グループのメールのアプリを取っていただきたいと思います。こちらですね NMB メール、これをダウンロードした上で利用規約に同意したいと思います。でニックネームを入力してくださいって出たので、じゃああかり登録を押すとこんな感じで、受信メンバー選択っていうのができます。そして、ここから好きなメンバーを選択します。私はチーム M のメンバーなので、チーム M の方から言っていただくと、います。私が。そしたら、こういった画面が出まして、私の場合は、iTunes カードじゃなくて、クレジットカード登録してるので、それで購入できるようになっているんですけど、若い子とかだとカードとか持てないと思うので、そういった方は iTunes カードとか、さっき言ったその Google カードとかでも、普通にその、いつも通りね、iTunes に、カードとか読み込んだら有料のアプリとか音楽とか買えると思うんですけど、そういった要領でこんな感じでね、私の場合だったらこうやってカードをもう登録しているので、これで月々のメールが取れるようになっています。こんな感じで私のねメールを登録していただくと、これから私からね毎日まあ大体1通から2通メールが届くサービスとなっていますので、こういった私のメールも楽しめるし、下に行っていただくと投票権を入手するっていうところがあるので、それを押していただいて、で認証する電話番号を入力してくださいっていうのが出るので、ここで電話番号を登録してください。そしたらここに電話してくださいっていうのが出るので1回電話をします。で電話をするとご登録ありがとうございますって電話で言われるので、これで認証が完了しました。そしたら認証が完了したらこちらっていうところがあるので、そちらをタップしていただいて、で1回ホームに戻ります。そしたら下に総選挙投票サイトへっていうのがあるので、そこを押していただいて、投票のところにつながるので NMB メールから投票するっていう欄を押すと、検索するとこが出てくるので、ひらがなで私の名前を検索します。吉田あかりを押すと NMB メール投票券で投票するっていうのが出てくるので、これをポチッと押します。そうするとねこれで投票完了となります。